ニューカッスル地震の震度分布図。地震は、シドニーやキャンベラでも観測されたニューカッスル地震は、オーストラリア南部ニューサウスウェールズ州ニューカッスルで、1989年12月28日午前10時27分に、発生したマグニチュード5.6の地震。オーストラリア史上、最悪の自然災害の一つ。震亡は、オーストラリアニューサウスウェールズ州。 ブーラルー付近で震源の位置は南三十二点九七度、統計百15五151.62度、震源の深さは約十キロメートルであった。翌日十二月二十九日には m 二点一の余震も発生した。揺れはニューサウスウェールズ州内の約二十万平方キロメートルの範囲内で観測され、最も遠いところではニューカッスルからロメートルも離れた地点で揺れを 感じた。地震に関連して13人が死亡した。その内訳は、ニューカッスルのニューカッスルワーカーズクラブで床や瓦礫の下敷きとなった9人、郊外部ハミルトンのボーモ門と通りで日よけの下敷きとなった3人、地震によるショックで死亡した1人である。また、160人以上が病院で手当てを受けた。300の建物が倒壊したほか 約9000平方キロメートル内の約5万の建物が何らかの被害を受けた。1000人が家を失い30万人が何らかの影響を受けた。被害総額は40億オーストラリアドルに達した。地震発生当日は地元のバス運転手のストライキが行われており、街の人では普段よりも少なかった。地震の発生時刻はちょうど地元テレビ局 NBN が ストライキの代表者にインタビューを行っている最中だったため、その瞬間の映像が記録として残っている。この地域はオーストラリアプレートに覆われているが、プレートの境界からは遠く、地質的には比較的安定した地域であった。2007年の初め、アメリカの学者がこの地震の原因は、この地域で行われていた石炭の採掘ではないかという説を発表した。 この地域では約200年間にわたって石炭の採掘が地下で行われていた。数百万トンの石炭と採掘に伴って出るその4倍以上の量の地下水が地中から失われたことで地殻にかかる応力が変化しもともとあった断層に刺激を与えたのではないかと考えられている。実際この地域では白人の定住が始まってから地震が観測されるようになった。 うつ検索1、入ッするアースクエイク、入ッするシティカウンシル、2007年9月24日、閲覧。マイニングトリガード、入ッするクエイク、せず US アカデミック ABC、ニュースオンライン、2007年1月9日、人間が原因の地震、これまでに200回以上研究結果、ダン・ロジャース、ワイヤード .jp、2007年8月23日。 アスクエーク,ファクチツ、ニューカッスルアーカイブド2008年5月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、C ・サイナ・ディー・ノーフスキー、T ・ジョーンズ、D ・スチュワート、アンド・エヌ・コービー、ジョ・サイアンス・オーストラリア、2007年9月24日、閲覧。ありがとうございます。